無風に近い状態ですが、わずかに緩やかにホームストレッチが追い風のコンディション。この中迎えます初日最終競争は桐生ドリーム第12レース最終競争が始まります。初日ラストの一戦となります最終競争メインの一戦桐生ドリーム第12レースを迎えています。対戦メンバーは1号艇が飯山康史、2号艇は柴田光、3号艇は杉山正樹、4号艇は生方敦成、5号艇松井健二、6号艇は山口達也、以上6人の対戦。ドリームメンバーの6人の選手がバックストレッチ側横に広がっています。枠なりの体勢で各選手が前半戦を走っていまして、4人の選手が1着発進、飯山、杉山、生方、そして外枠の6号艇山口と4人の選手はこの一戦に初日連勝をかけましての登場。2号艇の地元柴田光は前半5レースでは5着という成績、この一戦でポイントを巻き返したいところ。さらに5号艇の松井健二はこちらは第9競争で2着としていまして、初日ワンツー発進になるか。枠なりでスタイルは3対3となりまして、ドリーム戦第12レース初日最終競争桐生ドリーム第12レーススタートを迎えます。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートまでは5秒を切りました。緩やかな追い風を受けてのスタート、ドリーム戦スタートしました。並んだスタートになりました。1周1マークへ向かいまして、インコースから1号艇飯山逃げる体勢です。2コース2号艇柴田差し、外角から4号艇生方つけまいかまくり差した、さらに内3号艇杉山差し、中5号艇松井上がってくる。バックストレッチ1号艇飯山逃げました。2番手は2号艇の柴田、差が2停身くらい、その後ろ2停身くらいで外5番松井が3番手、このうちからは4号艇の生方です。生方が一気に2番手先輩です。2マーク旋回、1番4番とターンした2号艇柴田が指す。地元両選手2番手3番手、1号艇飯山がトップで2周目に入る。スタートは正常、飯山先頭、2番手は2号艇柴田光です。差は2停身半くらい、後ろは4停身くらいの差、競り合って内3号艇杉山、外4号艇生方、あとは内6番山口、差を詰めた。1マークの攻防、1番2番3番とターンする。バックストレッチへ出ました。1号艇飯山、2号艇柴田、1、2番手は単独、3番手、3号艇杉山、一定身リード、詰め寄ってくる、内6号艇山口、外へ開いて4号艇生方、チャンスを狙う。第2ターンマークへ向かいまして、1号艇飯山、2号艇柴田、1、2番手、あとは混戦ですが、6号艇山口が回る、3号艇杉山の差し、そのうちを4号艇生方が差し抜けました。直線コースへ入る。ラスト1周は3番手争いは4番生方、一定身リードを取りまして1、2、4です。600通過、アウトコース6号艇山口4番手、内3号艇杉山が差を詰めて1マークの攻防で1番2番4番とターンします。4号艇生方が3番手追ってくる、外6号艇山口です。アウトコースから回りまして差を詰めて並んでバックストレッチの中間点に向かいます。2停身差3番杉山5番手、ラストは5号艇の松井です。1、2、3.7 倍となっていまして、3連単は1、2、4ですと 19.8。 ラストターンマーク1号艇飯山、連勝に向かって2番手は2号艇の柴田、そして4号艇生方が3番手、1番2番4番です。外6号艇山口、内は3号艇杉山と追いますが、生方3番手キープでゴール。1号艇飯山、2号艇柴田、4号艇生方の順でゴールイン。後ろはほとんど同時です。6号艇山口が外、内が3号艇杉山並んでいまして、ラストは5号艇松井の順でした。